金閣寺の金は金箔でしょうか、それともただ金色に塗ってるだけでしょうか。さあどっち。今回は金閣寺にやってきましたよ。室町幕府の第三代将軍足利義満が建てたお寺。いつもの通りまず全体像を把握しましょう。総門があってまっすぐ行くと目当ての金閣寺で、この池の周りをぐるっと回れるという。はい、入ります。第三代将軍足利義満が極楽浄土を描いたのがこの金閣寺。チケットがこんなんでした。そして入ったこちら金閣寺がチラミ金閣寺。うわすげえ派手。はい、ここで質問です。金閣寺の金は金箔でしょうか、それともただ金色に塗ってるだけでしょうか。さあどっち。これは本物の金かどうか。はい、答えは漆の上に純金の金箔を本当に貼っているというのが正解でした。イエイ。2層目と3層目は金箔でも屋根は違うと。ということでこれを剥がして全部1個の金にまとめるとどのぐらいの大きさになるんでしょうか。調べてこれ舞台裏。答えは20キロの金でございました。約20万枚の金箔。10インチ四方の金。10.8インチ四方の金箔。10.8センチ四方の金箔をおよそ20万枚。つまり20キロの金。カイナ5匹分だよ。カイナ5匹分。金だけで10億円だそうです。へー。あのてっぺんの金閣寺の鳥が鳳凰っていう伝説の鳥なんですけど。伝説ポケモン？伝説ポケモンにもいるんだよ。知ってた？伝説ポケモンです。あれが鳳凰。進化版？進化してない。進化してないと思う。実はこの金箔34年前に張り替えて、それ以来この状態がそうです。すごくない。結構持つのね。金閣寺さっき貼ったって言ってたんだけど、はい、あれ銀閣寺はすごいあれじゃん、わびさびで何もないじゃん、銀閣寺って言われてるの。でも一説ではあのあと銀のを貼って金閣寺と同じように、でもそうしようとしてたんだけど、そうする前に何だっけ、銀閣寺建てた人が殺されちゃって、っていう説がある。なるほど。だからもしかしたら未完成だったかもしれないね。なるほど。そしたらかっこよかったね、金と銀でね。ね。あの折り紙に入ってるやつみたいな。